87ページの6番の問題、台形 ABCD があって、その辺の上を点 P が A からずっと B まで来て、そこから C まで動くと。その時の話ですが、まず、1番の問題は、X 秒後のこの AP の長さ、ただしあの P が AB 上にある時の話で、P は毎秒 0.5 センチで進んでいるということが分かっているので、X 秒で 0.5X センチ進むというわけで、AP 間の距離は 0.5X センチとこうなります。それから2番。2番は、この P が AB 上にある場合に、この三角形 PCD の面積を Y 平方センチとして、その Y を X の式で表すと、こういう問題です。そこでこれはこの台形全体の面積からこの三角形 APD と PBC を引きます。で、台形の面積はいくらかというと、これは2分の1かける上底の8、下底の4、高さの6、これで計算できますね。ということは8で12だから2と6で3で36ですね。36平方センチ。で、三角形 APD、上の三角形は2分の1かける底辺が8で、高さが先ほどの 0.5x。ということは、これ約分したら4だから4、5、20の2ですね。2x。それからこの下の三角形 PBC、これは2分の1かける底辺の4かける高さが6-0.5x、 6-0.5x ですね。ということは約分して、2612-x とこうなります。結局、Y というのは台形の面積の36から、この APD の 2x を引いて、それから PBC の 12-x を引きます。そうすると 36-2x-12+x になるので、-x+24、この式になりますね。変域 X の変域ですが、この P が A から B まで6センチを進むと、毎秒 0.5 でいくんだから12秒かかりますね。6を 0.5 で割ると12、つまり、変域は0から12、こうなるわけですね。次の3番の問題は、この P が、BC 上に来た時の話というわけで、図をちょっと変えると、例えばこの辺りに来ていると、こんな図になりますね。そうすると、三角形 PCD といえばこんな三角形になると。